はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日エジェリーが最終上限解放されるっていうことで、はい、今回ちょっと性能の方を見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まあエジェリー、僕結構ね最初の方に出たんですよね。エジェリーいつ出たっけな。エジェリー結構最初の方に出ててお世話になったんですよね。昔に入手した順にするといやでもあんま、あ、ここ意外とこうお世話になってたキャラクターで、あの水属性最初の方キャラクターが少なかったんですよね。イオ、カタリナ、エジェリーみたいな感じで僕は使ってたんですけど、あ、これ得意楽器なんだ。へえ、なんかあのリーグオブレジェンドの明かりに似てるじゃないですか。だから俺ちょっとなんか鎖がまで持ってるのかなと思ってたけど、あ、このキャラクターって得意武器楽器なんですねっていうようなキャラクターなんだけど、まあ最終上限解放されて、まあこの子歌が得意なんだけど、なんか嫉妬で歌えなくされたみたいな感じのキャラクターなんですよね。で最終上限解放するとこんな感じでマスクを外しましたと、真の力が解放できますよみたいな感じの、キャラクターになるみたいで、まあ性能とかも、まあそこら辺に関与するのかな、ちょっと見ていきたいですね。うん、で、身長100、え、でっかくない？ 100 でかいなぁ、いいね。ヒューマン、趣味作詞作曲、歌うこと、歌を聴くこと、好き、綺麗な音色、自然の音色、苦手、ガヤガヤした、なぁ、なるほど、そんなに歌が好きなんですね。で、普通の今の既存のアビリティは、1アビが味方全体の連続攻撃確率アップ、使用間隔5ターンで効果時間が5ターン、つまり味方全体を常時連撃アップさせることができますよっていうような感じなんだね。ただアップ性能はね全然大したことなかったかな、まあ、やっぱ SR ゆえにそんなにこう大した性能じゃなかった。で2アビが味方全体に活性効果を与えますよと、まあ、今までリジェネ効果だったんだけどちょっとキャラ調整で活性効果に変わったよっていうような感じだったかな。で3アビが味方全体のHP を回復、弱体効果を1つ回復っていうことで、まあ、結構コロマグに便利ですよね。プロミネンスリアクターも解除できるし、活性効果で耐久もできるしっていうことで、あのコロマグ確定にすごい便利なキャラクターだったな、じゃないかなっていうふうに思うんだけど、でここが最終上限解放を行うことによって、長きにわたるエジェリーの呪いが解け、マスクが外れます。そしてバトルでもマスクを外したまま戦うことができるようになります。もちろん今までのマスク姿の方がいいという場合はスキンの切り替えでマスクを装着できますと。また奥義がオラトリオアズーロ、オラトリオってなんだっけ、なんか神聖賛美画みたいな感じのあれだよね、新しいものになり奥義のダメージが上昇します。さらに追加効果としてターン経過で効果が変動、あ、なるほど、フレアみたいなイメージ的にはターン経過で効果が変動する攻撃力アップ効果、生誕曲効果が付与されます。一番効果が高いのは付与された直後となりますので、まあ、ブリザード的な奥義発動直後をうまく生かして立ち回りたい。あ、どっちかっていうとあれかな、ジャンヌダルクのニアビみたいな、闇ジャンヌダルクのニアビみたいな感じになるのかな。まあ、だから奥義を使うだけで攻撃力が上がるっていうわけですから、まあ、単純にうまみですよね、うまみの極みですね。うん、でレベル80になると新たなるサポートアビリティ、梅雨ロメの歌声を習得します。このアビリティはエジェリーの HP が 80% 以上であれば自分に 20% の水属性追撃効果を付与する。まあ常時 20% 追撃効果ですからね。ってことはあの一番最後にケツに置いとけばウーノみたいな感じでケツに置いとけばあの 50% 追撃効果を付与するわけですから、通常時あの玄武拳つければね、なかなか面白いですよね。うん、まあ、追撃効果、常時減衰が安定しますよっていうような環境になったとしたら、まあ、これをエジェリーを採用する価値っていうのもあるかもしれない。だって常時追撃だもんね。レベル90で出現するフェイトエピソードをクリアするとクラーレ・セレナータが強化され HP 回復の効果が上昇するとともに味方全体に非ダメージ吸収効果を付与します。あ、ほう、非ダメージ吸収効果が付与されてる間はダメージを受けた後受けたダメージの 20% 分 HP を回復。これさ、チターンと組み合わせたら最強じゃない？ねえ、例えばだけど、アクアセレナータの活性効果と合わせてパーティー全体の HP を高いまま維持することができますっていう感じなんだけど、
これはさ、チターンと組み合わせて、チターンって HP1 に残るじゃないですか。自分の HP が赤状態じゃなければ、致命の一撃を、回避することができます。HP1 で耐えることができますよっていう効果なんですけど、例えば、プロトバハムートで、99万ダメージ食らうじゃないですか。99万ダメージ食らうんですけど、チターンでブロックするんですよ。で、HP1 残った時に、この食られせねえなった99万、つまり100万分の HP の 20% 回復するから、20万回復するんじゃないの？っていう風に考えると意外とこうチターンとの相性がいいですよね、これは。SR にしてはなかなか、なかなか面白いキャラクターなんじゃねえかなっていう風に思ったんで、ちょっとこれは楽しみですね。今日更新されるみたいなので、ちょっとエジェリー上限解放されたらサクッと触ってみたいと思います。そんな感じでエジェリー上限解放性能でした。またお会いしましょう。バイバイ。